皆さんこんにちは、いつも、ありがとうございます。今日はオンリーハウスの鈴子の岩倉社長に、ストックヤードについてお話を伺いたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。お願いします。あの女性のね、本当に憧れのストックヤードなんですけれども、まあ、ストックヤードというものをもし ご存じない方がいらっしゃるかもしれないので、ちょっと簡単に説明しますと、あの食事など の例えば缶詰とか、いろいろ乾物とかいろいろなものを、ストックする場所が女性は欲しいんですが、なかなかね、普通ないのが普通なんですけれども、今の流行りはお台所の横とかにストックヤードを設けるというのがすごく流行っておりますね。そうですね。基本的に台所には、炊事道具があって、はい、そして、調理に使うような、食材、缶詰とかですね、乾物なんかもたくさんありますね。はいはい、で、ほとんどの方は、まず、食器棚を充実させたい。うんうん、今、ちょっと、映ってる、この食器棚で、まあ、食器を並べることができて、うんうん、まあ、上の釣り戸棚と下の収納のところにはいくつか品物が入りますけど、はい、新築の時は大体これをですね、1メートル80、約1軒、2メーター弱のサイズが入れるのが精一杯みたいですね、一般的に。うんうん、で、大きな家になるとこれが3メーター以上作ることもあります。すごいですね。で、まあ、細かく仕分けして入れること。いわゆる食器棚を買うというよりも、こういうお皿を置いたりとかする、はい、あれを作ってくださってるってことですよね。あ、そうですね。で、まあ、もちろん食器棚を買っておくのも全然大丈夫ですけど、こういうのは機能的なものがありますから、で、ここで収めきれないものっていうのが結構あって、最近はスーパーで箱買いしてきますよね。はい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 。そうですね。ああいうものってっていうのは、ここに入れると、またこれまた大変なんですよ。あと、箱の方が安かったりするので、そうそう、ついつい主婦は箱買いしたくなりますよね。あと、ゴミ袋とかですね。はいはい。ビニールのゴミ袋なんかもどこに入れとくかで、うん、まあ、これがたくさんあれば、この食器戸棚がたくさんあれば、その一段を使うという手もありますけど、うん、そこでですね、キッチンの横に、皆さんには、ストックヤードというものを、ご用意してます。で、キッチンの横に、今、こう、扉が2つ、両開きで、はいはい、あるようにしてあるんですけども、これがあることでですね、中に、いろんなものが置けちゃいますってですね。うん、よく新聞を、古い新聞は、ゴミに出す場合に、出荷で出す場合、はいはい、ずっと1ヶ月分ぐらい溜まってたりします。ああ、そうですね。で、そこに入れたりですね。すぐにはね、なかなか出せないですからね。はい、そうなんですね。だからまあ、キッチンの横にある、これは間口90センチぐらいで奥行き60センチぐらいの、はいはい、収納ストックヤードですけど、これをストックヤードって言ってますね。うん、はい、キッチンのストックヤードというメニューですね。うん、はい、いや、本当にね、すごくこれだけあって、ちゃんと扉で閉まって見えないんだったら、本当にすごいと思うんですけど。中はまあ、2、3段の棚があれば、大雑把に、細かく、食器棚みたいに細かく棚を作らなくても、いいですね。うんうん、奥様が必ず要望されるのは、このストックヤードですね。ねえ、もうかん、本当にまあ、麺類とか、あと、で、缶詰類とか、やっぱりストックしておきたいものっていっぱいありますのでね。そうですね。スパゲッティとかですね。うん、そうですね。急に作ろうと思ってないってなるの嫌だから、やっぱりついついこうストックしたくなりますけど、うん、場所がないっていうのがね、通常のあれですけど。あと、飲み物、ジュースとかコーヒーとかも、箱買いになりますので、最近ね。暑くなる、ね。1ダス12本ぐらいのものだと、結構な分量になりますから。うん、そうですよね。それもその下どっかに入れれるっていうことですね。そうですね。この中に上手に、まあ、詰め込んじゃえということですね。普段見えない。いやでも本当に主婦はみんなやっぱり台所もなるべく物を置かないで綺麗にしておきたいと皆さん思ってると思うので、そうするとやっぱこういうものがあると本当にいいですよね。綺麗に、いつも綺麗にしておけるという。はい、憧れのストックヤードなんですけど、なんかいろんな種類もおありになるようですね。まあ、これキッチンの横にわずか幅が、はい、まあ、
90センチ、実質は80センチぐらいなんですけども、うん、ここで入りきらないものも結構あるんですね。うん、それで、住宅では、屋外にストックヤードっていうのを簡単に作ることができるんですね。へぇー、すごいですね。ここで見ていただいているのは、左側のグリーンのところはお隣の教会だと思ってください。へぇー。それで、その教会、まで建物との間にこれ、90センチぐらい隙間があるんですね。はい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 。まあ、というかまあ余地ですね。余ってる土地がありますと。ここを上手に使いましょうということで、まあ、屋根をかけてあげれば、その雨に濡らなければいいよということで、今ここには自転車置き場に使われてますけど、はい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 。こういう、これもストックヤードって言ってますね。住宅の外回りにこれをずらっと、長く作ってですね、うん。で、貨物やビールを一箱買ってきちゃったとかね。そういうのも積み上げちゃう。いや、自転車置き場ないところ結構ありますもんね。あ、そうですね。よく見ると、外国もそうですけど、自転車家の中に、玄関の中に入れるのね。あります、あります。やっぱり外だと、はい、何もないと、やっぱりすぐに、うん、劣化してしまいますし、汚くなってしまいますんでね。マンションの方も家の中に入れてる方も多いみたいですね。多いですね。本当は玄関のね、ところとかは置きたくないでしょうけど、そんなこと言ってられない。まあ、戸建て住宅の場合は、こういう、家の中だけじゃなくて、外もこうやって使えるので、うん、素敵ですよね、ストックヤードとしてこういうふうに置いとくと、うん、まあいろんなものが置けるって、まあうん、いずれにしても全てがしまうところさえ作っとけば、うん、その品物が表に出てこないから日々何も片付けなくても済んじゃう。そうですね。だからもともとのところにある場所にこう置いて入れておけば、汚れないし、まあ、いろんなね、ゴミも出ないんですけど、はい、まあ、なかなかそれができなくて、皆さん、置く場所がない、小さな、まあ、住宅でもこのスペースがなかったり、うん、マンションの方などは、うん、今は外部にですね、コンテナ、レンタルが入って、はいはいはい、ああいうところに皆さん置いてるんですね。うん、こちらの方はちょっと通気性も良く、デザイン性も良く、すごいおしゃれです。針が取れるように透明の板貼って、うん、で、まあ、ここもお隣との境 この建物との間を有効活用して、うん、で、外にはゴミ箱を置いたり。うん、ゴミ箱もね、本当に今、選別がうるさくなってるじゃないですか。はい。だから大変なんですよね。いくつもいくつも入れ物を用意しないといけなくて。そうですね。まあ、一般的で2つか3つぐらいは、うん、ゴミ箱が必要になっちゃうので。はい、そうなんですね、はい。だから燃えるものとか燃えないものとか、ペットボトルとか、ね、はい、いろいろやっぱり出てくるので、こういうのもすごい嬉しいですね。家の中にあるとね、やっぱりちょっとなんとなく臭くなったりとか、いや、見た目がね、すごく悪くなっちゃうので。うん、住宅を設計する場合は家の中と敷地の中は敷地材全体を全てこう活用するということをやっぱ考えますね。うん、無駄なく使いましょうということで、マイホーム戸建ての方の特権ですね。そうですね、マンションではそういうことで、はい、これはもう全然ベランダに物を置くことも規制されてますからね。そうですね。あと、廊下なんかにね、自転車を置いて揉めるっていう、はい、避難口なので、はい、あれは、ダメなんですけど、やっぱりどうしても置く場所がないと、廊下に自転車とか置きたくなりますよね。そうですね。はい、だからすごいですね。一戸建ての場合は、こういう、こう、余ってる、さっきおっしゃった余ってた横の部分とかに、こういうものは、建築物ではないから可能だっていうことなんです。はい。基本的に大丈夫なんです。うん、はい。いや、すごいですね。うん、本当にストックヤードはもう本当にね、奥様たちの夢だと思うんですけど、本当、物がね、しまう場所がないときれいにしようがないので、でもやっぱり家の中はなるべくきれいに、よくね、言うんですけど、ね、床面積が広いお家ほど豊かになりやすいと言うんですけど、まず床面積をきれいにしないと。ね、はい、しまうところが作れるということですよね。そうなんですよね。素晴らしいことだと思います。今日は本当にいろんなお話をありがとうございました。ぜひ参考にされてください。またよろしくお願いいたします。はい、ありがとうございました。